こんにちは、速稼塾の久保です。これ花龍馬シリーズ174話かな、変化というキーワードでね、帰ってきましたんで、私もそれをやってみようかと思います。大きく人生を変化させるためには、大きなチャンスを狙ってはダメなんですよね。むしろ大きな変化っていうのは自分を壊してしまいかねないんですよ。その大きな変化にきっとついていけないんですよね。ですんで、できることといえば少しずつ小さな変化、それこそね、自分でも気づかないぐらいの小さな変化を意識して少しずつ積み上げていくことだと思うんですよね。最初はね、本当まっすぐ行くためのちょっとした変化なんですよ。ちょっとだけなんですよ。本当に角度で言ったら1度くらい。でも日を経つごとにつれて、この距離っていうのはどんどん広がっていくじゃないですか。それが大きな変化に変わると思うんですよね。ですので、本当にちっちゃなきっかけ、ちっちゃなきっかけを積み重ねることによって、人は本当に大きく変わっていくんだろうなと思います。一夜にして変わることを夢見ていれば、ずっとですね、ギャンブルみたいな人生になっちゃうわけですよ。そうではなくって、少しだけでも確実に変わったぞってものを積み重ねることですよね。例えばね、いつも出勤する道があるとしたら、別の道も週に1回通るようにしてみるとかね。こういうふうにして意図的に変化をもたらしていくことによって、自分が今まで見えてなかったものが見えるとか、出会えてなかった人に出会えるとか、もしくは出会えてた人に出会えなくなることによって、自分の心はどう変化するのかってことを見ていくわけですよね。で、変化ってのは、ほっといても世の中いっぱい動いてます。なのに、世の中が動いてるのに自分だけ動かないってことの方が実は難しいんですよ。ちょっと難しい例ですけども、ここにですね、例えば冷たい水があるとしますよね。この冷たい水を変化させることなくずーっと置いとくことってできると思います。ずっと水は冷たいものがだんだんぬるくなりますよね。冷たさを維持しようと思うと、冷蔵庫に入れたり、いろんなね、ジュールをかけたりとか、要するにエネルギーがいるんですよ。温度を冷たいまま保つためにはものすごいエネルギーがあるんですよ。そのぐらい現状維持の方が実はものすごく難しいんですよね。でも人はなぜかね、変化していることに気づかずに変わってないと思うんですよ。実は変化を繰り返しているはずなのに、そこに気づいてないってことが一番の大きな問題なんじゃないかなと思います。ですんでね、変化してないんじゃない、変化に気づける自分になっていこうっていう、そんな視点もあるんじゃないかなと思いました。では以上です。いってらっしゃい。